っかり楽しませていただきます。2年生の時は文化祭できなくて、人生で2回目の文化祭なんですけど、楽しみます。ベスト頑張り頑張ります。午後からスマホを使ってなんか写真とか友達たちと撮っていいんだけど、午後から文化委員の見るだけ3時間も仕事があるから何もできないんだよね。最悪。西さんありがとう。終わる。わかんないんだけどさ、ハンドクリーム塗ればいいんだけど手めっちゃやばいんだよね。もう乾燥だらけ、やばい。めっちゃ爪がねガタガタだったんだけどね、頑張って綺麗にしたんだよね。けどね、その代わりささくれとか手の皮がめっちゃむけちゃってやばい。なんかさ、皮むけた 中の部分あるじゃん、そこがさ赤くなるじゃん。で痛い、乾燥でかゆい。かゆいよね。かゆいし皮むけるし、なんかみゆ肌もめっちゃ乾燥果てで、ニキビとかできない代わりにめっちゃ乾燥するの。これもやばい。手も乾燥だらけで青だよ。M さん、中ちゃん、兄さんありがとう。ゆかなさんありがとう。そう、ねえ、もし神様が来て、ねえ、もう一度だけを何回もやろう、そういう運命をしよう。愛を伝えそびれた、でも確かに恋をしていた、恋をしていた。缶コーヒーで乾杯、シーツは閉めて、どうにもならない二人だ、言う通りにするから、恋人ごっこでいいから、まだケアされてて、てて、保湿の希少性とかママに書いてるの。ママはそういうのつけないから自分で買ってる。自分で流行りのやつとかいいやつとか買ってる。ママは何もしなくても肌が綺麗なの。けどミユは乾燥肌だからもうやらないとやばい。なかちゃんありがとう。はい喜んでという気もしてる。はい喜んで。かにしかさんありがとう。あはや、あはや。かにしかさんありがとう。前髪長い、後で巻くけど。でもなんか最近やばい、肌荒れてきてる。肌荒れ時期、やっぱ秋って乾燥の秋なのかな。肌荒れの秋、食欲の秋、食いっぱい食べちゃうから肌荒れになっちゃう。最悪です。ねえ、もし神様が来て、わあ私がもうすぐ死んじゃうとかいきなりやってきたら、あなたはどうする。なあ、ちょん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 。そういえばかなちゃんやっぱ赤ちゃんって言ったよ。
いつも言ってきますよ、あの方は。かなちゃんにさ、ホールケーキプレゼントしようって思うって言ったじゃないですか。で、なんか何でも好きだよみたいな言われて、 LINE でも 何味でも好きみたいな言ってくるけど、そんなん言ったらみゆさ、もうなんか変なの買っちゃうからさ。なんか見て、見た今警察、うん、囲まれとる。おじいちゃんおばあちゃん、何したんじゃん。夏から冬になっていくと考えると乾燥してしくじき、え、そう。でもあの乾燥する時期とか関係なく、みゆはもう乾燥肌なんですよ。じゃけもう助けてって感じ。迷ったらチーズケーキ。え、でもさ、ショートケーキが無難じゃんって思ったのけど、でもチョコが好きなのか、フルーツケーキが好きなのか、抹茶ケーキが好きなのか、モンブランとかいっぱいあるじゃん、種類がいっぱいあるじゃん。でもチーズケーキも好き嫌いっていうか飽きるじゃん。チーズケーキってワンホールあったら、それ一緒に食べることすると思う。うん、かなちゃん一人だよ。一人で食べる、一人で配信で食べてもらうようにする。さすがにね、路上でね、二人でケーキ食ってたらね、気持ち悪いんで。フルーツケーキとか、イチゴのが可愛いかもね。そう、でもさ、フルーツって言ってもさ、嫌いなフルーツもあるかもしれないじゃんって考えたら、切れなくて。もう一回聞いてみたら、ちょっと。国鹿さん、ハートありがとう。かなちゃん、チーズケーキ好きそう。でもさ、偏見じゃん、それ。抹茶好き、え、それ知ってるんだよね。でも抹茶だけって言ったら飽きるかなと思ったり、どういうのがいいのかなって考えてたら、寝れなかった。なんかチーズケーキが好きそうな顔してない？そうなの？そうなのかな？なんかハーフハーフとか売ってる。抹茶は前日に誕生日に作ってた。じゃあ抹茶はダメだよね。エムさんありがとう。みーちゃんが食べたいケーキにしたらいいと思うよ。やだ、みー食べないもん。そしたらみー食べたくなるからやだ。かなちゃんには一人で配信でホールケーキ食べて写真撮ってもらうっていうのがあるから、配信で食べてもらう、配信で食べてもらうか、まあ近所の人に配ってもらうかにしてもらう。あや、ここまっすぐ行った方がいいよ。あれですね、ケーキホールは太るからやばい。かなちゃんはいくら食べても太んないから、そういう人種だから。いいんです、いいんです、私が決めたことなのでいいんです。これはもうちょっとまっすぐ行って、ずっとまっすぐ行く。ショートケーキかチーズケーキかな。なんかさ、ショートケーキチーズケーキ半々とかないのかな、ハーフ&ハーフ的な。うん、ちょっと作ってもらおうか。エルベンさん、ハートありがとう。仕事行ってきます。行ってらっしゃい、頑張ってください。そこで赤のコーンあるやん、そこで右、上に行くんじゃなくてまっすぐ、右の方をまっすぐ。昨日は食べきれなかったみたい。え、マジ？どうしようかな。小さめにすればいい。あ、でもワンホールの方がさ、サーティワンのアイスケーキ、あ、ありっちゃあり、ありっちゃありじゃない？サーティワンのアイスケーキチケットあるし、まっすぐ、ずっとまっすぐ。おはよう、おはよう、みんなおはよう、元気？いや、今日文化祭なので、中学最後の文化祭なので楽しんできます。コーラも一緒に渡したら喜ぶよ。え、コーラはさ、普通のコーラなのか黒のコーラなのか、それともなんか白いコーラなのか。奥、奥行って、で、まっすぐしたら着く。こっち？うん、そっち以外ない。そっち以外ない、まっすぐ、まっすぐなんてあっち行けるわけないじゃん、住宅街やん。この寒い時期にアイスケーキ、このあさ、そうだよね、寒い時期にアイスケーキは、しかもみゆいつも今までサーティワンのアイスケーキ誕生日でもらってたけど、いつもっていうかここ3年前ぐらいまでけど、あれ絶対食べきれなくて冷凍になっちゃって一生食べないことになっちゃうから、普通のケーキがいいと思うんだよね。なんかのカップ麺、辛ラーメン好きな気がするから。あ、ここここここ、ちこちこち、おった？おったじゃない、あった。何言ってんの？普通のコーラ、赤のコーラってこと？迷ったらコカコーラ、そうだよね。コ
コカコーラ、あ、普通の赤いの飲んでた。そうだよね。じゃあそれを飲んで渡していきたいと思います。ちょっとお友達の、ごめんね、辛ラーメンってないやつ。いや、辛ラーメンが好きって言ってたよ。言ってたけどね、わかんないです。じゃあ辛ラーメンとコーラとケーキ渡しておめでとうって渡したいと思います。かなちゃんってなんか好きなキャラクターとかないのかな。みゆさ、自分でさ、自分がサプライズされるよりする方が好きなの。そういう人種だからさ、めっちゃプレゼントしたいんだけど、いろいろ。8割って何、猫のやつかな。じゃあそれをいっぱいプレゼントしよう。いっぱいっていうか、ぬいぐるみと、これ持って、あ、おめでとうございますって。いいよ、邪魔じゃないよ。落ちるよ、したら。大丈夫、見てるからさ。あ、そうですか、ごめんね。じゃあ、そろそろ誕生日したいと思います。13位、大ちゃん12位、エレベンさん11位、ヨーカナさん10位、クリミー、9位、マクライさん8位、ナカちゃん7位、アルプスの牧場さん、6位、キッタさん、5位、カイトさん、4位、スパイクさん、3位、プロシジンさん、2位、ニヒさん、1位、ワーカニシカさんでした。配信見に来てくれてありがとう。梅さん、トラさん、ハートありがとう。ちょっとまだね、出てないからね、もうちょっと待ってね。ハチワレと辛ラーメンとコーラと、あとなんだっけ、コーラと、あとケーキを持ってね、渡したいと思います。もう一回 LINE 送って、え、本当に何でもいいとか言ったら、もう一番嫌そうな、誰がもらってもなんか、あっってなりそうなものにします。ハチワレはチーカーのね、チーカーのあれでしょ、猫でしょ、多分青い猫みたいなだよね、多分。それじゃあまた配信見に来てください。バイバーイ。ありがとうねー。